次のチームどうぞ。行こう。はい。喧嘩は終わりか、つまらん。フレーフレー、応援してますよ。クンさん、あれ、やっぱり時間に関係があるんですね。ポリ袋が言ってたことは忘れろ。おう、私の名前はユハン。君たちが受ける試験の総監督官だ。それってすごい人ってことですよね。ああ、なぜそんな人がここに。試験を通過する条件は正解の扉を開けること、それだけだ。扉を開けられるのは一度きり。10分を超えると試験は強制終了される。強制終了って、ひどい。ではただいまより試験。待て、もっと手がかりを。手がかりは全て伝えた。そんな、また運試しの試験ってことですか。意地悪せずにヒントをよこせ。試験開始。俺様の話を聞け。こんなのはめちゃくちゃだ。やめろ。俺は落ち着いて、一緒に正解を考えましょう。俺は考えるのと中心で嫌いだった。耳を塞げ、周りに惑わされるな。情報を整理しろ。扉は10枚、制限時間は10分、超えれば強制終了。まさか。むしゃくしゃが止まる。危ないですって、ラッカー。むしゃくしゃ。少しは頭が使えるものが来たか。だがこの試験、頭を使うだけでは通過できない。なぜこの部屋には時計がある。時間ならポケットでも確認できるのに。今まで悲鳴を上げなかったチームはね、みんな5分以内に試験をパスしている。本当に時間が手がかりなのか。